こんばんは。あ、やばい、これ。エアポッツがついてる。どう、今。変な、遠くない？声。こんばんは。大丈夫。こっちも気にしないな。こう。こんばんは。30分くらい配信しようかなと思います。すごい明るい、本当？ちょっと一瞬止まります。画面明るくするね。眠たいよ、いっぱい寝たよ。お疲れ様、お疲れ様。コロネツイン、そう、ちょっと低くなったけど、そう、帰るときに低くしてもらったけど。こんばんは。おねむだよ、今日。今日はアイドルスターライトオフィス、ありがとうございました。バイバーガー食べた。もうお腹空いたからもう食べました。食べたくなった？めっちゃ美味しかったけど、もうね、バイバーガー初めて食べたから、あんなに4枚もハンバーグが入ってることにびっくりした、私も。めっちゃ入っとるんやと思って。そう。だから、びっくりした。美味しかったよ、でも。そう。美味しかった。一つでお腹いっぱい。え？なったよ。え、だってさ、ハンバーガーとさ、ポテト M とさ、飲み物だったら結構さ、お腹いっぱいにならん？ナゲット食べてない。セット食べた。ポテト L はさすがにちょっと 多すぎて ドリンクはね、ファンタグレープ。お茶持ってたからさ。吉井さんみたいな透明感で返し、ありがとう 日本のセットはちっちゃい？そうね、日本のマックはなんか少ないみたいな。私はもう、日本のマックのサイズじゃないと逆に もう食べれないから。私はもうお腹いっぱいです。もう食べられない。ファンタはオレンジよりグレープじゃないってコーチ言った時、屋台の人がね、潰した そうなんだ。私結構オレンジも好きなんだけどな。両方好きだけど、アメリカサイズは、そう、そうなんだよね。アメリカサイズの、行ったことないけど、なんかハンバーグ大きいっていう、聞く。私が行ったらもう多分全然食べれないと思う。もう絶対半分くらいでもうダメだーって、お腹いっぱいだーっつって
みーちゃんの顔の大きさ、どれくらいあるんだろうね、わかんない、全然ね、わかんないけど、今日もおっちゃんの回線のカット撮影ありがとう。ドリンクリッター、水もそんな出てくるね。ご飯クイズ、でもなんか牛タンって書いてくれてた人はいたよ。やばい、大丈夫かな、このエアポッツがさ反応しちゃいそう。ドリンクが OK、 そうなんだ、飲まないからさ、それも多分さあれだと思う、飲み物も全然飲めないと思う。なんかボーってしてたらさ、飲み物ってさ、なんか飲むことを忘れるんよね。仙台で牛タン、いいな、仙台では食べたことないよ、まだ。ドリンクもアメリカンネームが日本の L よりおかわりちょうだい、ドリンクももう S ぐらいでちょうどかも。あんま喉か、あんまなんかね、すごい水とかお茶とかをすごくガブガブ飲みたいっていう欲があんまないんだよね、昔は。ピセットちょうだい、ピセットね、いいよね。最近はダブルチーズバーガーが好きだからね、そこをちょっと奮発しちゃうね。牛タンネギシンって、いや今日牛タンネギシンに行ったんよ。いや本当に多くね、ネギシンを愛してるから、絶対ね東京来たらね、まあ時間ない時は行けないんですけど、時間があればもう全然一人で行ってるので、本当にねネギシが大好き。ネギシ広島ないんよ、関東だけ。なんかモが一人で行く、なんかモもさ一人でご飯好きなんよ結構。だって自分の好きなもの食べれるよ、人と行ったらさ、なんかさ、やっぱりさ自分の好きなものってよりは相手に合わせたいじゃん。だからさ、こう一人で行くと自分の今食べたいものだけを食べに行けるから、何のメニュー、なんだっけ、ヒロタンセットの4枚入りな、なんか6枚、3枚のやつほどはいらないから2枚4切れ。2枚4切れのやつでご飯おかわり、ちょっと今日はできなかった、たまにするんだけどね。バイキュータンはしない。あんまりさご飯食べれないからさ、ご飯ってか量そんな食べれないからさ、それくらいでちょうどかな、もま2枚4切れとか6切れ毎回食べる、いいじゃん、やっぱ満足感あるよ、ま、発音変だった、満足感あるよね。そう、とろろブラッキーもしよう、食べたことないよ。ご飯とテールスね、テールス、こんばんこんばんは、でもね、ももね、なんか歩ける範囲だったら全然いろんなとこ一人で行きたい人だよね。ネギシ広島も欲しいよね。でもさ、広島にネギシできちゃったらさ、
いっぱいさ行ってしまってさ、お小遣いがなくなっちゃうってことになってしまうから、だからちょうどなんよ今。広島に住んでるけどお仕事でたまに行くことによって、たまにご褒美として行くみたいな感じで、そうだからそれがちょうどいいんよ今。そうやっぱさ素晴らしく美味しいからさ、その分ちょっとだけさ奮発しないといけないじゃんお金。遠征した時の贅沢として、そう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 、だから家の近くとかにできちゃったらもう本当にあのももが毎日行きたくなってしまうからね、絶対ねダメなんよそれはたまにのご褒美、そう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 、毎日は持って、でも毎日行けるなら毎日行きたい。でもね、なんか関東にお仕事行ってもその日に東京行ってその日に帰るってことが結構多いから、あんま行けない日も多いんよね。今回はさあのフェスが2日連続夜だったから結構あのホテルに泊まったんですけど、劇場公演か握手会からの ねぎしが自分のおごるで最高じゃん、幸せじゃん。もうねフェスでさこんなにね夜だったの初めてで、すごい最後ね最後に踊らさせてもらって嬉しかったんですけど、すごい珍しいかも夜の夜に出るフェスは。リキューもね好きだよ、広島のイオン行った時とか食べる、出るなねねね、確かに22時に終わるって初じゃん。かもフェスだったらほんまに初かもしれない。今までさ夕方ぐらいしかなかったんよ、からすごい嬉しい。広島ないよ、福フェスの四国、そう福フェスの四国はね出ないんですけど16人の方には出るよ。なんか夜ってかっこいい焼肉も牛タン、焼肉も牛タンが好きだね。こんばんこんばん、牛タン食べたくなってきた。ちょっと前ならその時間には出るね、出られなかった。今日でまた来月までライブ来ないな、寂しい。また待ってるよ。焼肉屋さんでも厚切り牛タンも最近あるよね、焼肉さん、焼肉屋さんに。ももが好き、ももが好き、広島県です。いらっしゃい。マチが上がってる、嘘。伸びてるね、ビヤーンっつって。東京人多くて怖くない。東京ね。東京っていうか、なんかどこの県にいても普通に夜に一人で歩くのが苦手で、あんまり行かないんですけど。でも渋谷とか、今日会場が昨日も渋谷だったんですけど、あのタクシーから見てすごく人がいっぱいいて、そう慣れてないからさあんま人が多いのに、すごいいっぱい人がいるっていつも思ってる。そう
なんかもうお祭りくらい人がいるから、今日も可愛いです、ありがとう。おねむ。今日はももちゃん逆だったけど、こっち来たってめっちゃ再利用、ありがとうね、来てくれて。つまんなくね、そうだよね、つい見れたよ、気絶するほどかかった、やった今日はつい、あ、今日少ない方なの渋谷、そうなんだ。でもね、フェスよく渋谷でやるからね、通るっていうかタクシーとかで通るですけど、ついマジですか、やった、電車ついて、あ、ええー、今日土曜日なのにね、お団子もまたしますね、フェスアート全体でいるから、うちは作る、作ってお姉ちゃんの看板ね、実際目では見れなかったんだけどね、でもね、お姉ちゃんにあるかもしれないって聞いてたん、そう、でも写真撮ってくれてたからね、見れました、ライブアーカイブで見直してもいい、おお、ありがとう。いつ映ってるか分かんなくて、なかなかカメラがね、見れなかった。今日アイドルさんは、ステージは見れてないかな。けど、その、すれ違った時とか、まだ残ってた。本当？挨拶というか、いつもすれ違った時とかにアイドルさん同士で、お疲れ様ですって言うんよ。そう。生ももが一番ですか。ありがとう。ありがとう。すれ違った時に可愛いって、いや、そんなことない、可愛いアイドルさんがいっぱいいるからね、もっちゃん圧倒的に可愛かった、ありがとう、嬉しい、バチバチだった、全然バチバチじゃないよ、なんかでも最初 STU のメンバーのみんなで楽屋が分かんなくて、でも他のアイドルさんがあの場所を教えてくれたんですよ、すごい優しい世界だと思って、すんごい優しい方だった、あ、体調、いろんなグループさん体調不良かな、これメンバー少なかったみたいだから、あ、そうなんだね、やっぱこの季節はね、風邪さん引きやすいよね、昨日と今日と一番ですね、ありがとうギスギスしてギスギスしてないよ、今日もかなえだぞ、ファンの人がおもちゃ書いてた、えー、嬉しい、ノーマね、風邪は全然大丈夫、いかんせいかでした、ありがとう、こんばんは、ご数日いろいろ見てきたのが一番です、やったねーこんばんは、それもちゃんかでででで、うわ
昨日の会場、カメラマンさんが知り合いだったからたくさんおもちゃん撮ってもらう。カメラマンさんってあのさ、パシャパシャのカメラマンさん？あの、なんか、なんだっけ。あの、昨日配信なかったよね。あの、普通の写真のパシャパシャのカメラマンさん？豪快な首よ、ほんまに。スチール的な、そう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 、そのカメラマンさんなら目の前で私カメラ目線したよ。一人でいらっしゃ、ねえ、いらっしゃったよね。ステージと最善の間にとかも。カメラマンさんだよね。で私もう目の前で撮ってって撮ってってなった。ももちゃんはステージ目を合わせてくるような表情が多くてすごかったもん。ありがとう。いっぱい目を合わせに行ってるよ。自分の位置に戸惑ってるももちゃんかけた。顔に出てた。その写真どこに出るんだろう。確かにその写真はどこに出るんだ。聞いてみます。ありがとう。ねえ、山鴨もね今日出てたよね。10月15日発売。でもまださ、なんかオフショットさ、載せていい感じじゃないじゃん、まだ。だからもうちょっとなんかな、オフショット載せるのって。だからオフショットは、ちゃんといっぱい撮ってるので、待っててください。いつが、いつから出せるかちょっと聞いてくんですけど。1月15日発売です。モーカもまだ表紙のやつ見てません。なので全然わかんない。どんな感じに写っとるとか、どこの服のやつがなんか表紙になっとるかもまだわかんないんですけど、楽しみに。ね、楽しみだ。何冊買おうかしら。何冊買うかしら。何冊買えばいい。じゃあね、10冊。白黒だ。そうそう、白黒では出てたんだよね。そう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 。そう、STU スペシャルなんだよね。他のメンバーのもういっぱい楽しみ、みんなのやつ見るの。バイト先はコンビニだから置いてあったら買い物。ありがとう。配ってくれるの？社内、会社内のコンビニだったら会社とか。アンケートさ、アンケート書いてください。ありがとう、みんな。情報ないの。もう、でも、もうね、ほんまにね、みんなが知ってることしかまだ知らんくて。そう。他のメンバーの衣装も全然知らなくて。だから、私が知ってるのは本当に、沖さんと、あかりんさんと一緒に行った撮影の時のあれしかわかんなくて。撮ったやつも見てないからね。あの、カメラマンさんがこんな感じで撮れたよっていうのは、撮ってる時に見せてくれたんですけど。あの全然まだ完成した写真とかは一枚も見てない。あの白黒で出てる次回予告のやつだけ見たかな。地球応募とかあるか、あるかな。だいたいあるよね。別で、そう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 、その3人で撮りに行った
やつしかまだ時の服とかしかわかんないね。どこ行った？まだ内緒だよ一応多分わかんないけど、言っていいかわかんないから内緒ってことにしとこうわかんない、全然言っていいのかもしれないけどちょっとわかんないから、とりあえずだいたいわかると思うんですけど、あ、書いてあったん？じゃあ言っていいって、みんな書いて、書いてあったらしいよ。もう沖縄書いてあったのかも。沖縄です。オフショットね、載せます。あったかかったよ、めっちゃ。もうね、本当にね、あの11月ぐらいかね、行ったの12月、11月とか、まあでももう冬とか秋ぐらいだったんですけど、もうね半袖でよかった。全然観光もできた。ソーキそば食べた。全然なんか撮影とかじゃなくて、普通になんか撮影が終わった後に、あのスタッフさんとか含めてみんなでソーキそば食べたんですけど、めっちゃ美味しかった。なんかもうゴーヤチャンプルも食べて美味しいと思って、ゴーヤあんま食べられないと思ってたんだけど、自分なんか美味しかった。本当にサッタンダリー食べれなかったな、食べたかったな。ちまみ豆腐ってなんか甘いやつみたいなやつだっけ、なんか甘い豆腐みたいなの食べたけど、お土産はなんか家族になんかチンスコーの箸置きみたいなやつ買って、あの家族でお揃いにしたりとか、甘くてプルプルした豆腐、それね食べた食べた、美味しかった。そうそうそう、紅芋タルトとかも買ってね、あとなんかポテトチップスみたいなやつ、チョコの。独特の麺が、そうそう美味しかった。海ぶどうも食べました。プケセン限定の沖縄っぽいグラス、へえー、すごい。タコライスどうだったかな、パイナップルの配置美味しいよね。レーズンチョコ、そう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 、ルトピア、飲んでないかもしれない。メイブドね、プチプチなった、プチプチ美味しかった。なんか中学校2年生の時もすごい美味しかった記憶あるけど、なんかもっと味覚が変わって、それからね味覚変わってなんかより美味しかったんよ、この間食べた時の方が。そう、なんかね、30分経って、ありがとう、すっかり大人持ち。
そう、ちょっと急に味覚が結構変わってきたんよ最近。好きなものとか食べれるものがちゃんと増えてってる気がする。なんか前あんまり得意じゃないけど今は食べれるみたいなもの多い。ゴーヤとかも食べられるようになったしね。今回あれお姉ちゃん東京で、そう会えそうです。味覚の変化って結構成長感じるし、そうなんかね。でもなんかまだ変わりそう、まだなんか途中な気がする。キノコ類はね、でも別に食べるわけでもないからな。また止まるとか止まらないとか。そうなんや、また止まるとか止まらないとかなんや。そう、明日は結構朝は早いっていうかチェックアウトしないといけないから意外と早い朝。そう、またありちゃん会えそうなんですよ。広島でも会ってるのにさ東京でも会うっていう、どこでも会うやん。そう、猫ちゃん会えるよ。今回次はラキコに会えます。そう噛まれない、ほんとよ。もう噛まれたくないよ私は。チュール、そうですね、チュールとかなんか買っていきましょう。兄ちゃん、どうかな。でも昔はね、猫ちゃんをあんまりなんか触ること、まあ動物に触ることにあんまり慣れてなくて、なんかどうやって抱っこしたりとか分かんなかったんですけど、なんかラキちゃんと会うようになってから結構なんか動物と触れ合えるようになって、もともと好きなんだけどね、あの触り方が分かんなくて。そう、今は抱っこできるくらいになりました。嫌がられるけど。そう、すぐ逃げられる。なんか抱っこめっちゃ嫌な子いるじゃん。ラキちゃんはそっちタイプなんや。だからあんまできないけど。あ、そろそろ読みましょうかね。アリちゃんが抱っこしても、そうそうそう、もう誰が抱っこしてもね。そう、猫はツンデレだからってさっき言った。やだ、歩いてるワンちゃんと猫ちゃんって。え、猫ちゃんはたまにあるけど、どうなんだろう、好かれるか好かれないかわかんないな。なかなか抱っこさせてくれないよな。では読みましょうかね。13位の幻さんありがとう。12位のしいたけさんありがとう。2日間楽しかった、かわいかったよ。2日間来てくれてありがとう。11位のえみさまさんありがとう。10位のたかきさんありがとう。ツインテールも返しすぎて大好きです、ありがとう。9位のこうじさんありがとう。フェスお疲れ様、そろそろ直接会いたいです、直接会いましょう、待ってます。8位のケイスティンさんありがとう。今年初もちゃんの2日間だった、楽しかったよ。今日間に合ってよかった、ありがとう。7位のトシさんありがとう。昨日楽しい、モカが大好き、バイダブルチェブチーズカンドチーズバーグちょうだい、モカの胃の中から出してください。6位のドラゴンさんありがとう。2
日間会えた幸せかみしめてる。次は18日待ってるよ。ありがとう。恋のタッツさんありがとう。今日ももうが買いすぎて会えなくて泣いた。また会おうね。ありがとう。4位の福ちゃんありがとう。2日連続会えてる。楽しかったよ。もうかも嬉しかったよ。ありがとう。3位のお疲れさんありがとう。2位のアルフォートさんありがとう。1位の大熊さんありがとう。ありがとうございました。あ、買いに行くのフェス楽しかったです。来てくれてありがとうね。配信ありがとう。ゆっくりですね。ありがとう。今日も買い替えドルしてくれて本当ありがとう。ありがとうお疲れ様でした。おやすみなさい皆様。ついて髪ありがとう。今日も大天才ドルありがとうね。ではありがとうね。またね。おやすみ。バイバーイ。